アイテム番号 SCP-443JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-443JP はサイト8181の低危険度オブジェクト収容セルに収容し、食事を1日3回与えてください。収容セルは警備職員2名による監視と警備を行います。 SCP-443JP はうつ病を発症しているため、1ヶ月に1回精神科医による心理カウンセリングを行ってください。また SCP-443JP は自傷液を持ち合わせているため、拘束具を用いて自傷行為を防止してください。説明。 SCP-443JP は人形に類似した実体です。高さは約60cm で、外見はテディベアに類似していますが、後部や前足に鋭利な牙や爪のような器官が存在する。顔のパーツが著しく崩れているなど、一般的なテディベアには見られない特徴を有しています。SCP-443JP はその体型にもかかわらず、成人男性の平均的なものと同等の筋力を有しています。内部は人由来の生体組織で構成されており、消化器官や呼吸器の存在は確認されていません。この性質にもかかわらず SCP-443JP は呼吸や食事、排泄を必要とします。また、SCP-443JP は自我を有しており、知能テストにより精神年齢は20代前半のものであることが判明しています。SCP-443JP は他の動物に肉体的苦痛を与えることで、外見が10代前半の少女に変化します。2013年6月日に実施されたインタビューにより、この少女は特異性の発現前の SCP-443JP の姿であると推測されています。インタビューの内容の詳細は付録 SCP-443JP-A を参照してください。SCP-443JP の外見の変化は約7日程度まで継続しますが、この期間を超えると SCP-443JP は元の人形の姿へと徐々に変化していきます。SCP-443JP は2013年5月頃に東京都、区で猫や鳩の殺害事件が相次いで発生したこと、近隣住民から、河川敷で動くぬいぐるみを見た、という通報がされたことにより財団の興味を引きました。後日、警察の捜査部隊に偽装した収容チームを派遣して捜査が開始され、2013年6月日に、川の河川敷にて SCP-443JP を発見しました。発見当時、SCP-443JP は包丁を用いて野生の猫を解体していました。収容後のインタビューで、SCP-443JP は一連の殺害事件について、自分の姿を保つためには仕方なかった、と証言しています。後日、目撃者には記憶処理を行いカバーストーリーを流布しました。付録 SCP-443JP-A。 2013年6月日に実施された SCP-443JP に対するインタビューの音声記録を再生します。対象、SCP-443JP、インタビュアー、博士。録音開始。博士、こんにちは、SCP-443JP。今日はあなたが私たちに発見される前の経緯を聞きたいのだけれど、大丈夫でしょうか。SCP-443JP、4秒間沈黙。はい、大丈夫、です。私にわかる範囲なら。ありがとうございます。それでは、あなたにその性質が現れるようになった原因に思い当たる節があったら聞かせてもらってもいいでしょうか。はい、私がこうなった原因に思い当たる節があるのは、確か私が、中学2年生の時です。その、あるクラスメートの子を友達といじめてた時ですね。ちゃんって言ったかな。それで、その時に、ちゃんが急にこっちを向いて私をきっと睨んできて、呪文、みたいなことをブツブツ言い出して、他のみんなに聞いても何も聞こえなかったって言うんですけど、でも気味が悪くなって私たちはその日は帰ったんです。その2週間ぐらい後に、ちゃんは学校に来なくなっちゃいました。ではあなたがその姿になったのは、その、3の唱えた呪文が原因の可能性があるということですか？少なくともそれまでは体に異常もなかったし、多分そうですね。
わかりました。続けてください。はい、それからしばらくは何ともなかったんですけど、初めて体に異常が現れたのは確か中3の時ですね。その頃あたりから私や友達もいじめはきっぱりやめたんですけど、ある日ふと鏡を見たら目がすごく腫れてて、その時はすぐ治るだろうと思って何もしないでいたんですけど、泣き声、次の朝起きたら全身がただれてて、泣き声。辛かったら一旦休憩しましょうか。いえ、大丈夫です。それで、その時ふと、ちゃんの言った呪文みたいな言葉のことを思い出して、怖くなって、ちゃんの家に電話をしてみたんですが、泣き声、ちゃんは一言、申し訳ないけど私はどうなろうと知らない。一生今みたいに人を傷つけて生きていけば、とだけ。あなたは誰かに苦痛を与えれば自分の姿を元に戻すことができますよね。ということはその時からあなたは誰かを傷つけて元の姿に戻ろうと。いえ、やりませんでした。あと、学校にも行かなくなりました。でも、そうして自分の部屋にこもっているうちにもどんどん体は醜くなっていくし、両親も心配して何度も声をかけてくれたけれど、この姿で外に出るわけにもいかないので。そうですか。今の姿になったのは最初に体に変化が生じてから何日後ぐらいかわかりますか？確か、部屋に引きこもり始めてから2ヶ月後ぐらいです。この姿になったらもう元の姿に戻れるように迂闊に動くこともできなくて、ここに至ってやっとことの重大さに気づいたんです。11秒沈黙。とにかく、この姿になった後はこれ以上周りの人に迷惑はかけられないと思って、自殺を装って街から抜け出しました。その後はあなたたちも知っての通り、川周辺で暮らしてました。調査書には河川敷で猫や鳩などの野生の動物を殺害していたとありますが、これはなぜでしょうか？偶然です。河川敷に住み着いた日に、その日の食事にしようと思って野生の鳥を殺した時に偶然自分が人間の姿に戻っていることに気がついたんです。その時、電話をした時に、ちゃんが言った言葉が思い出されて、自分の性質に気づいたのはこの時が初めてでした。それからは元の姿に戻るために時々猫とか鳥とかを殺してましたね。わかりました。以上でインタビューを終了します。録音終了。終了報告書。SCP-443-JP が元人間であること。また過去に SCP-443-JP に接触したことがある人物が存在することが確認されました。これらの人物が再び SCP-443-JP と接触する可能性は低いと思われますが、念のため関係者に記憶処理とカバーストーリーのルフを行うことを提案します。博士。追記。SCP-443-JP のインタビューから当時の SCP-443-JP の友人に対しても、死による認識災害が発生している可能性があるとされ、これらの人物に対する調査が関係者への記憶処理の際に行われました。その結果、これらの人物も皮膚のただれなど身体的な被害を受けていたことが判明しましたが、SCP-443-JP の場合と異なり数日ほどで完治したと供述しています。SCP-443-JP の供述内容から、おそらく、死の言葉をほとんど聞き取れなかったことが被害を軽減できた理由であると推測されています。ほい。SCP-443-JP の関連調査の一環として、2013年7月25日から、市やその周囲の人物の調査が開始されました。その結果、SCP-443-JP の起源に関する有益な情報は得られませんでしたが、この調査により、市の居住していた家から SCP-443-JP と同じ外見の人形1体と1枚の紙片が回収されました。回収された人形からは生命反応は確認されませんでした。また、筆跡鑑定の結果、この紙片は、氏が書いたことが判明しました。以下は回収された紙片の内容です。自分が我慢すれば済む話だったのに、私欲に駆られて、3の未来をぐちゃぐちゃにしちゃったのは悔やんでも悔やみきれない。あんなことしなけりゃよかった。本当にごめんなさい。